ほら、このサクサク感わかる？マッチョとズボラ料理の世界へようこそ。ただいまです。寒いです。めちゃくちゃ寒い。はい、ということでですね、今回は秋から冬にかけて旬のごちょう、あ、ちゃう、ごぼうを使ったレシピをご紹介してしまっちゃうね。今回ご紹介するレシピ名はやばいごぼう揚げですね。もうね、ごぼうの香ばしい味わいとザクザク感がもう最高なので、ぜひお試しください。ほな、早速やってくれ。ということで、まずはやばいごぼう揚げで使用する材料を説明していきます。 Rather、薄力粉、片栗粉、玉ねぎ、ごぼう、以上。材料説明に入ります。今回はですね、材料シンプルにごぼうと玉ねぎを使用します。そして今回はですね、どのご家庭にもあるように衣はね、薄力粉を使用します。ただし私だるまとしては薄力粉よりも米粉を使った方がより軽い食感に維持できるので、米粉がある方はね、ぜひとも米粉を使用してください。しかもですね、米粉はグルテンフリーで、なおかつ油の吸収もね、少ないので非常にヘルシーにも仕上がります。ということで、やっていきますね。まずはこちらのごちょう、下処理していきましょう。ごぼうはですね、今回土がついているものなので、こちらの土をですね、落としていきます。でね、ごぼうの土の落とし方は、このようなアルミホイルご準備していただいて、少しね、ぐしゃっとしてあげます。そしてこのようにアルミホイルでごぼうを包んであげて、水で洗い流しながらゴシゴシとね、していきます。こんな感じ。で、ここの注意点としては、力強くやりすぎないことですね。ごぼうの土を落とす程度でいいので、ごぼうの皮までね、落としてしまうとごぼう本来のね、香りが抜けてしまいます。一般の方は赤ちゃんを抱きかかえるように、マッチョな方はダンベルを抱きかかえるかのようにしてね、優しくごぼうの泥を落としていきましょう。これで OK。 はい、ということでですね、ごぼうの土を落とすことができました。そしたらお次、こちらささがきにしていきましょうね。今回は細いささがきにしていきたいので、こちらにね、切れ目入れてあげてください。はい、切れ目をね、入れてあげることでささがきがね、細くなりますので。そしてあとは転がしながらささがきしていく。つどつどこのように切れ目を入れてあげて、あとはシュッ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 。うちごぼうのささがきでけへんねんって方はですね、こんな感じで同じように切れ目を入れていただいて、あとはですね、ピーラーを使ってささがきしていってもいいのでね、ピーラーでささがきするとね、非常にね、綺麗に仕上がります。でね、この残った部分はやりづらいので、こんな感じでね、薄く切ってあげて、あとはですね、このように並べて端から千切りしていけばいいので。はい、ということでですね、こんな感じでごぼうをささがきすることができました。そしたらこちらはですね、アク抜きしていきまっちょう。なぜごぼうをアク抜きするかと言いますと、ごぼうはですね、非常に苦みや渋みがあるからですね。あとはですね、ごぼうは切った直後に切り口がですね、空気に触れると黒くね、変色してしまうんですよね。そのためこのようにね、水にさらして、アクを抜くというわけです。ただしですね、このアクの主成分はポリフェノールなので、長時間漬け込むとね、ごぼうの栄養素も流れ出てしまいますので、長時間漬けないように、だいたいですね、3分から5分ほどつける程度で大丈夫です。こちらの玉ねぎは薄切りにしていきまっちょね。玉ねぎをね、薄切りにすることができたら、こんな感じでごぼうのささがきとね、馴染みやすいように、このように玉ねぎの薄切りをね、ばらしていきます。はい、こんな感じで玉ねぎを薄切りにして、そして玉ねぎをね、それぞればらすことができたら OK。 はい、ということですね、だいたい5分ぐらい経ったので、こちら水気を切っていきましょうね。あ、ワン、ツー、スリー、フォー、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 これで OK。 そしたらですね、こちらのボウルに
ごぼうですね、はい、アク抜きをしたごぼうちゃんと玉ねぎの薄切り加えます。はい、お水を入れる前にね、片栗粉入れてあげます。これポイントですね。まずは衣を加える前に片栗粉を加えて、このようにね、ごぼうと玉ねぎになじませてあげることで、揚げる際にですね、形が崩れにくくなるほか、少ない衣でもね、揚げることができるんです。少ない衣で揚げられるということはですね、仕上がりもサクッとした軽い食感に仕上がるというわけですね。衣の前に片栗粉を加えてさっくり混ぜることが今回のまめっちゃ知識。これで OK。 はい、ということでね、片栗粉がしっかりとごぼうと玉ねぎに馴染みましたら、こちらに薄力粉、そして冷水ですね。こちらぬるま湯ではなく冷たいお水使用してください。はい、こんな感じで冷たいお水を加えたら、お次に混ぜすぎないようにね、こんな感じでさっくりと混ぜ合わせます。ここもポイントですね。ここをですね、混ぜすぎてしまうと薄力粉からグルテンが発生してしまうんですよね。グルテンが発生するとどうなるかと言いますと、この衣にですね、ダマができて仕上がりがベチャッとなるんですよね。そしてですね、お水の温度がぬるいと、これもまたグルテンを発生する原因になりますので、できる限り混ぜすぎないように、そしてぬるま湯にならないようにしてあげてください。薄力粉はですね、こういうところをね、気をつけないといけないんですけれども、米粉でやる場合はグルテンが一切含まれていないので、こんなことを気にせずにね、しっかりと混ぜても大丈夫なのです。しかも仕上がりも軽いと。気になる方は一度米粉で作ってみてください。はい、ということでね、こんな感じ、衣もしっかりと混ざれば OK。そしたら170度の油で揚げていきます。で、ね、170度の油というのは、だいたいね、こんな感じで菜箸を入れて、箸全体からですね、細かい泡がふつふつと出てくる状態ですね。これがね、大きい泡になっていると、それ以上の温度になって焦げやすくなるので、必ずこの程度の温度をキープしながら揚げていきましょう。でね、今回はですね、これをすべてこの鍋に打ち込んで、一つのね、大きなかき揚げのようなものにしていくんですけれども、お弁当などに持っていきたい方はですね、こちらのかき揚げをだいたい5つぐらいに分けて、ここにね、入れてあげると小さいかき揚げもできますのでね、こんな感じでドサーッとね、入れてあげる。あとはこのようにね、形を整えてあげます。はい、ということでですね、見てください、こんな感じで固まってくるんですよね。ある程度ですね、固まってきたら、こちら一度ひっくり返します。はい、ということでね、こんな感じ、ごぼうがね、ええ感じのボディービルダー色になりましたね。ここまでくると OK。 そしたら火を消して油を切りましょう。はい、ということでね、油を切ることができたので盛り付けマッチョ。こちらの美味しい食べ方については、いただきマッチョの後にご説明いたします。はい、ということでね、やばいごぼう揚げ完成いたしました。それではいただきマッチョ。ということでね、こちらのやばいごぼう揚げ、美味しい食べ方ご紹介していきます。まずはですね、こちらにお塩ですね、はい、お塩をね、軽く振りかけてあげます。軽くで大丈夫でね、これだけでももちろんいいんですけれども、こちらに山椒、山椒加えます。この山椒がね、またいい味出すんですよ。苦手な方はもちろん入れなくてもいいんですけれども、ある方はね、もうぜひとも振ってあげてください。めちゃくちゃ美味しいので。そしてこちらをいただきます。皆さん聞いてってくださいよ。ほらほら、このサクサク感わかる？いただきます。うん、サクサク。ごぼうとね、玉ねぎをじっくりと揚げているので、それぞれの素材のね、旨味や甘みを最大限に引き出すことができてますね。めっちゃ美味しい。もはやこれスナック菓子やん。手で食べよう。ほら、めっちゃザクザク。うん、うまっ。これね、
ごぼうが苦手な方でも絶対食べられる一品ですね。ということでいかがだったでしょうか。今回はやばいごぼう揚げをご紹介いたしました。もうこれマチョマチョうまっちょなので、ぜひお試しください。それでは See you next match ね。見て、コーラできた。飲んでええかな。嘘です。